とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワーシーズン7、30回のボスの簡単な倒し方、やっていきましょう。まあ、いろんな倒し方があるんだけども、一番これが無難かなっていうやつです。では、早速、行きましょう。まず1回の報酬でスプラウトアーマー取っていってください。瞬速がついているので早く移動することができます。5回の報酬です。ベッグスの召喚の歌取っていきましょう。そうですね、いつものごとくビーストバーストですよ。そして6回、ここはショートカットしていきましょう。まあまあまあ、慣れてきたらショートカットで行ってもいいんじゃないですか。慣れるまでは、まあ、30回まで普通に行っても面白いと思いますよ。クリアです。10回の報酬、幽霊マント取っていきましょう。移動速度が少しでも上がると攻略が早くなります。11回の商人ですけども、ここはいりません。離さずにクリアしてください。13回の報酬、瞬速のブーツ、とにかく足を速くしていきましょう。続いて17回の報酬です。17回の報酬で狼のアーマー取っていってください。そして18回、商人ですけども別に離さなくて OK です。クリアしてください。そして狼のアーマーですけども、エンチャントでビーストバースト、そしてスピードシナジー、これをつけておいてください。スピードシナジーはアーティファクトを使うと 20% 移動速度が上がります。若干だけども速くなるよ。次は21回の報酬です。弱体化のドラを取っていきましょう。幽霊マントと交代してください。24回、商人ですね。ここで初めて利用します。防具を上げてください。そうするとパワーが105まで上がります。まあいつもは112ぐらいまで上がるんだけども、そこまで上げなくても、今回のボス HP 低いので、すぐ倒すことができます。では30回のボスですね。戦い方は同じくですね、いつもと。出てきたらドラ、そしてその後にベッグスを召喚してポーションを使うということです。はい、こんな感じです。で、実際、24回で商人でパワーを上げました。だけども上げなくてもワンパンはできます。一発で倒せる。まあ一応あそこでパワーを上げて保険の意味でやってます。うん、まあ、一応99のパワーの状態でも倒すことができるので、まあ、それは覚えておいてください。はい。今回のシーズン7は、本当に楽勝です。ボスが弱いっていうことなんで、なんだろう、取っていくアイテムが少なくって、最速でクリアすることができますね。うん、素晴らしい。では、行きましょうか。何が出る？撮影の時ってあんま出ないんだよな。お、締め具が出た。締め具出たし、不滅のナイフまで出てるぞ。お、いいね。急兵まずダメですね。締め具はどうだ。あー、ノーマルか。いや、でも、いや、若干微妙か。旋風は真ん中決まりだよね。で、輝きもどっちかで入れたい。一番右かな？右側を輝き、で、真ん中旋風、で、左側は、虚無がいいかね。虚無だったら、まあ、20% ぐらい攻撃力が上がるかな。うん。まあ、毒の蜘蛛とか、火属性に比べると、虚無の方が若干上かなと思います。はい。で、不滅！何もついてないね。まあまあ全部別にいらないけども、締め具にしておきましょう。
はい、ということで戻ってきましたタワーシーズン7のボス、簡単な倒し方やってみましたけども、他にもまだ色々とありそうです。まあ、それもね探しながらやっていきます。そしてコメント欄にもお願いしますね。ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。